とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はマルチタワーですね。今回のタワーがまだね、マルチでクリアできてないので、クリアしていきたいと思います。では、行きましょう。まあ、問題があるのは、まず7階で、15階なんかもちょっときつくなったりするね。で、16、17と、まあ、17だな。本当に難しいのはあれを、みんなでうまいこと突破する。で、矢を極力温存するっていうことやね。矢をできるだけ温存していったらいいかな。種持ってる人がいるなら俺はメイスで行くかな。はい、矢がね、ほんとね、最後ボスの時になくなるっていうのがね、結構辛いところなんですよね。矢は極力最後までね、取っておいて行きたいところ。ちょっとそれもね、取っておくっていうのもなかなか難しいことではあるんで、どうなるか。まあ基本的には近接でね、うまいこと戦っていくようにすればいいでしょう。俺ハープーン行こう。ハープーンが2。まあ、俺たちがハープーンを打ちながら、で、あとは近接で頑張ってもらう感じでいいかな。まあ、とりあえず死なないように頑張っちゃいましょう。ここもね、敵が多いのよ。とにかく多いので、よし、とりあえず生き返らせないとどんどん出てくるからね。よし、 OK。 まあいい、矢を使ってもまあいいか。いい、大丈夫。あとでね、なんとか調整していけば大丈夫です。どうする、みんなステイか。冗談は入れようか。難しいね、エンチャの選び方もなかなか。マルチは難しいか。普通のね、ソロの時とは全然違うからね、やり方が。なのでちょっと注意しよう。おいおい、よっしゃ、爆発やね。おうおうおう。で、そっちはどんな感じ。お、だいぶ減ってる。いい感じ。矢筒がもっとポン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 出てきてくれれば嬉しいけども、そうでないからね。複製の書、いや違う、複製の書は違うわ。なんとか頑張っていこう。で、全員地雷か。まあここは間違いないかもね。全部地雷でいくっていうのは間違いないでしょう。 OK、 いいね。種もね、すごい役に立つからね。よし、119。まあハープーンだから仕方がないか。あれはもともとね、ちょっと数が持てないんで。で、 TNT は極力俺が取って処理していこうか。危ないからね、俺が TNT はすぐ拾って外に投げていくような形を取りましょう。みんな狼じゃない？違う？おお、輝くローブも2人か。なるほど。まあ、クールダウンも重要だからね。これと加速入れて、俺はハープーンをある程度打つっていう感じでいきます。
打ちすぎるとちょっとね矢がなくなってくるので、まあ、残り100本ぐらいは残してからやりたいところですがね。 OK、 いきまーす。いいかい。よし、いいね、ナイス。あぶね、よっしゃ。おお、成長入れてんのか。オッケー、あとはもうボコそう、ボコろ。オッケー、めちゃくちゃいい。あつい、いや打ちすぎ打ちすぎ打ちすぎ、もったいないよ。大丈夫、いやいや、残り38本か。まあ、あとあとは俺たちが頑張ればいいってことか。あとあとは頑張りましょう。うん、でも70本。まあまあ、大丈夫か？残るね。うまいこと残していけば、まあ大丈夫でしょう。よし、いいね。俺こっちから行きます。おお、もうすでに行ってる。早い早い早い、展開が早いね。よしよし、おお、終わったんじゃない。よし、183本。まあまあまあ大丈夫でしょう。で80本、あ、爆発だからね、弓が。だからそのぐらいでしょう。ここだよね、乱射にするかゴーレムにするか分かれるとこだろうけども、俺はやっぱりこれかな。あ、でもともとハープーン使って矢が少なくなってた人は、あ、ゴーレムに変えていく感じね。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。大丈夫か、多分今の TNT でやられたっぽい。 TNT かな、ほんと注意しないといかんからね TNT は。いやー、今回のマルチは結構前に出る感じだね、みんな前に出る感じ。 TNT 俺捨てとくわ、ほんと危ない。次は俺が全部処理する、危ないからね。何もいりません。バトルローブに変えると、カメか。ほうほうほう、いや変えないんか。はい、ではどっちから行く、そっちから行くか。じゃあ俺はこっち下から行くわ。上下に分かれると意外と処理が楽になるんですね。大丈夫？あ！大丈夫か？ちょっと待って。一回やらせるからね。オッケー。ああ、マジか！ちょっと俺が行くわ。やばいやばいやばい。まあまあまあ1ですね、まだあるから。オッケー、じゃあそっち側任せたね、こっち側は俺が処理するから。危なー、ごめんクリーパーでやられた。やっぱ全員一緒に動くべきか。ありがとう。一人やられるともうほんと積み出すからね。ちょっと、あれだな、全員同じ感じに動いた方が間違いねえな。ちょっと動きをちょっと俺注意します。もう単独行動しないようにみんなで
ここも結構敵多い。でもね、ここもあんまり前に出すぎるとやられるんだよね。よし、まずレイスを倒す。 OK、 OK。 とにかくここはね、前に出ちゃダメ。めちゃくちゃ湧くからね。あぶねえ。あ、そっか、俺エンチャ何も入れてねえわ。エンチャ入れてなかった。ちょっと待って待って、マジで俺エンチャ入れてない。ああ、今入れよ。ミスター、何もしてねえ。エンチャ入れ忘れてる。よし、オッケーオッケー、うん、そう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 、そうしよう。安全なとこから行こう。そうね、これあまり出すぎず戦ったらいいかもね。ちょっと待って、 TNT は、おー、大丈夫？変なとこ投げないでね。うそ、わー、でもよかった、生き返りやすい。マジか、やばい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 。ちょっと待って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 、あー、11回きついな。これ全員で動いていかないと。 OK、これ、矢を保温とかなかなか言えないね。ちょっとこれ難しいわ、保存するのは。保存じゃない、温存な。温存ね。あぶねえ。いやいやいや、でもこう生き返らせやすいからいいね。おお、ちょっとレイス早めに倒したいな。レイス早めに倒したい、鬱陶しい。ちょっと待って、俺レイス行くわ。 OK、 うん、これほんとこっから戦ったのが間違いないのかもしれないね。 OK、 これ捨てときます。うんうん、こっち安全だわ。いやー、よし倒した。で、こっちまだいる。これで終わりか。まだいる。よし、11回クリアですね。あと1回やられると終わりっていうのがなかなかつらい。よし、なんとか頑張りましょう。いやー、先ほどエンチャ入ってればもうちょっと動きが変わったろうなー。うーん、ちょっと悔しいところですね。 OK、 先取っていいよ。なんかみんなで行きに行くと分からなくなるからね。よっしゃ、 OK、 あと1回もねやられず行きゃいいのよ。うん、ちょっとね、ちょっと待って、エンチャンターをなんとかしよう。よっしゃ、オッケー、いいね。よし、オッケーオッケー。よし、もう終わるね。よし、いけたー。ステイで、で、13回承認。商人は、もちろんハープクロスボウに変えますね。 OK、
でポイント残ってるから連鎖2だな。あ、タンブルビーも入れてもいいけどね、若干もったいないんだよね、4ポイントが。よし行きましょう。ここはまあ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 大丈夫じゃない、おそらく。これ矢を温存するとか言ってらんないな。頑張るしかない。よし、いいねいいねいいね、いいよ、いい攻めだ。おぶね、よし OK、 ここ切れないかな。よし、おお倒した、終わり。え、まだいるの、そっち。ああ、上にいた。オッケー、よし、じゃあボスね。パワーシェイカーでみんなガッてやる感じ。じゃあ俺もそれに便乗しよう。待つよ。あー、ダメだ、もうボス出る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 。ダメだ、ブラインドもらった。ブラインドもらうときついもんね。よし OK、 エボーカいった、ナイスナイスナイス。どこだ、本体どこ、待ってよ。ナイスナイス、生き返らさえ、ナイス。わからん、本体がわからん、どこにいるか。いたいた、あぶねえ。いいね、よっしゃいけた。15回クリア、いいよ。11回でちょっとやられたけども持ち直してきた。俺スノーでそのまま行こうかな。うん、耐久があるし、こっちでいいでしょう。ビーコンか。じゃあ俺も回復持っていくか。ね。ここも結構きついからね。注意しないといけませんよ。とにかくエンチャンターが出てくるから、これの処理をうまいことやらないとマジでやられる。オッケーオッケー、出た瞬間やるぐらいの感じで、あまり前に出すぎずにね。オッケー、いいね。こっちに、ああ、エンチャンターこっちに確かに湧いたような気もする。よっしゃ、オッケーオッケー、いいよいいよ、いい感じ、いいね。オッケー、エンチャンター、まずこいつらを、よし、うまいこといけた。ナイスナイスナイス、めっちゃいい、めちゃくちゃいいよ。オッケー、調子いい調子いい。やめろやめろやめろ、すんごいいいよ。うん、調子がいい。あとは奥のやつで終わりか。よーし、ナイス。じゃあ問題の17回だね。問題の17回、ここをどうクリアするか。いりません。あ、なるほどなるほどね、ここでメイスか。メイスっていうのもありだよね。 OK OK、 いいよ。ここでね、はい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 、陣取って戦っていく。ナイス。で、交互に回復出していけばいい。矢が、結構少なめ。
やばい、ちょっと前に出すぎたか。よし、うわー、やべ、難しい、これはこれはきつい、やばい、もうこれもう無限湧きだ、うわー、やっぱり17回きついな。どうしたもんかね。まあまたね、ちょっと再チャレンジします。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。